ではこのお時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も、毎日展望をお付き合いしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ボートレースチケットショップオラレ渋市開設11周年記念、本日予選2日目を迎えまして、さあ4日間の短期レースということで、本日の第11レースまでが予選競争となります。はい、まあ、3日間4日レースだから本当に予選は11レースまでしかない、はい、そうなんです。あ、まあ、この得点率争いっていうのはもう毎度のことながらね、わかりませんよね。わかりませんよね。さあ、そして初日に行われた初日に行われた、昨日レース行われたんですけれども、12本中、逃げの勝利が8本ということで、大村らしい感じの着でした ね。さあ、そして、連勝は不在だったんですけども、はい、昨日2走2連敗とした選手がですね、島川選手、大上選手、野田選手、武富選手の4名ということで、まあ、この4人の中ではね、船足がいいのはね、地元の女子野田さんですね、はい、ですね。動きをかさそうな感じでした。数字はね 14% のモーターなんですけどね、ペラをまた叩いてキャブレターを交換してね、またキャブを洗浄してね、はい、もうすごくいいですそうなんですね、嬉しい。わー、よかった。全部がいい。お、何パーぐらいなの思ったら、うん、エース気近い足がある。そんなに、お前それ言い過ぎやろって言ったらいや本当ですよって、もう ね、 そうなんですね、すごく嬉しい。こんな出てることないって大村です、本当、はい、ってぐらい来たんで、さあ彼女もね、まあ、踏ん張っていただいてね、はい、順位に乗ってもらったら面白いなと思うんですけどね。そうですね。さあ、その野田選手なんですけど、今日の5レースの5号艇で登場予定ですので、そう、これ何でも踏ん張りたいよね。踏ん張りたいですね。で、まあ、踏ん張りたいといえば、昨日ミーショがね、はい、高枠勢でちょっとね5着2着とね勝ちきれなかったっていうのは痛いですよね。そうなんですよ。どうですか、やはり初さんから見て。前半が終わってもね、なんかおかしいって言ってたしね、はい、12レースインカされた時もね、話聞いたら整備したけど変わってないですね、進んでないですね、ちょっと何かしないといけないと言ってましたね、うん、だからなんか、まあ、シンプルに変わったのが影響なのかと思ったら、ちょっとボートの取り付けの関係でね、なんかあんま良くなかったと言ってたので、はい、ちょっとね、なんとか今回踏ん張らないとね、もう予選が短いからね、そうなんですよ、もう本当に巻き返すって、ね、本当に持ち返せないといけないからですね、はい、もういっそいっそちょっと落とせない戦いが続くんですけども、そうですね、さあ、そのミーショ選手なんですけども、本日の5レースと第10レース踏ん張りどころの戦いですね。踏ん張りどころですね。さあ、ということで白熱したポイント争いにもご注目していただきまして、はい、本日も最終レースまでぜひお楽しみください。それでは長谷さんには今日の注目レーサーを挙げていただきましたので、うん、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、長谷さんの今日の注目レーサーなんですけども、第11レースに登場いたします小坂直也選手を挙げていただいております。さあ、注目ポイントお願いいたします。大村ではインで19連勝したこともあるということで、まあ、前回の大村1号でフライングを切っちゃったんですけど ね、ちょっと痛かったですけどもね、まあ、でもまあ彼の陰線の強さをまあ証明するデータとしては、はい、まあね、まあ、ちょっと前これね、2009年12月からまあ18年10月までに、うん、はい、したんですよね、うん、でもね、その19連勝のね途切れた時も、はい、30走連続2連退中とかね、3着までには、まあ、37走連続絡んでるとか、とにかくインではもう強いんですよね。なるほど。昨日はね、うん、あの彼の場合は4着3着、はい、あの6コースから4着になったレースも大きかったし、うん、はい、昨日のね12レースもね、道中でね、もう気迫あふれるレースを見せて3着になったっていうのも大きいですね。で、今日は彼にとっては、うん、まあ、6レースが4号艇でここが1号艇、はい、さあさあ、大事なレースですね。そうですよね。今節は低調期が多いということもあってね、うん、取材をしててもね、うん、出てないですねとかね、まあ、勝てたのは展開です、はい、S 勝ちですとかね、はい、いいコメントがなくてね、はい、あの僕たち新聞では、まあ、うん、いいもエンジンには二重丸とかね、うん、まあ、普通が丸とかよくない三角、二重丸をねエンジン用に入れられる選手が少ないんですよ、ね、そうなんですね。逆に三角が多い。あ、まあね、最終日とかでやってるね展望番組の解説で言うと、はい、5点評価でも3点はつく人はいるけど、はい、なかなか4点をつけられないと、うん、2点とか 2.5 とかそういう評価の選手が今度は多いのが昨日までの特徴ですよね。なるほど。ここでは小坂選手は、はい、話は、ね、本人悪くない、うん、まあ、中堅より上はあると言ってました、はい、ということは悪くないんだよね、うん、今節はねポイントね悪くないかったらいいと思ってます。なるほど、わかりやすい。悪くなかったら普通かなと思うけど、うん、悪くないっていうことは今節の中でいいんですよ、はい、だから小坂選手はいいんで信頼ですね、はい、ここはね枠なりでしょう進入は、うん、
まあ、関選手がね、これ僕の中でコース上位と思ってたけど、はい、本人はそこまでじゃなかったですねって。そうなんですね。ペラ叩き替えてみたんですけどね、そこまで、うん、でもね、悪くはないんです。はい、小池選手はね、うん、伸びがちょっといい人にやられると言ってましたね。はい、なんかそこいまいち。だから自分の中では伸びがないので、うん、S、しっかりスタートを行ってカバーしなきゃいけない。はい、昨日インから01って言ってましたよね。そうですよね。森岡選手はやっぱりインから2だけど、うん、回転の上がりが悪くてね、その辺が気になるんでね、ちょっとね、初日の段階ではいいとは言えませんねって。そうなんですね。だからまたね、2日目になったら状況変わるかもしれないんで、ちょっとね、2日目に乗ってみてから判断ですねって、うん、おー、なるほど。大久保選手も良くはないですね、はい、昨日は3着に粘りましたよね、うん、新田選手はこれ強い選手なんですけどね、はい、昨日固定戦はなんとか逃げたけど、やっぱり固定戦のね、うん、レース終わった後もね、はい、良くないですね。もう全体的に良くないけど、本人は特になんか伸びが欲しいとは言ってました、はい、やっぱり伸びがないエンジンっていうのはやっぱりね、うん、良くないんでしょうね。攻められませんからね、はい、そう考えたらちょっと6コースは遠いのかな。じゃあ小坂選手の相手は、はい、キレキほどじゃないけど決して悪くない船足の関選手、うん、そしてこういう選手は伸びないけど出足関係悪くないんでね、はい、握ってスタートしっかり行って握って回れば展開あると思ったんで、はい、森岡選手がちょっと重たいって言ってるんでね、うん、じゃあちょっと見を張って2点にしてみようかな。ね、これ見た瞬間2点でいいんですかと思わず言ってしまったんですけれども。そうなんですね。こう2点でいいですかって言われると、はいはい、どうしようかなと思うのがまた私の弱いところなんですけどね。そうですけどもね。でもまあこのレースはもうこう、ね、小坂選手を信頼したいってことで、はい、小坂選手からもう、うん、もう絞っちゃったんですよね。絞っちゃいました。はい。はい、さあ、ということで、本日の第11レースなんですけど、1二3、1三2の2点ということで、はい、絞ってあげていただけましたので、うん、ぜひ皆様予想の参考にされて、第11レース、お楽しみいただきたいと思います。さあ、長谷さん、はい、続いてのコーナー参りたいと思います。はい、せーの。困った時の長谷田の実。ああ、なんかね、どうでしょう。昨日からね、あの、大村ボートがね、うん、まあ、はい、観客を入れてのレースが始まってね。そうなんです。いろいろ取材してたらね、やっぱりね、うん、見てるよと。あ、嬉しいですね。追いかけていただいた方が何名かいらっしゃってですね、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。だからそういったためにはやっぱりね、うん、今回から皆さん場内とか、まあ、場外発売場に見てる方がいらっしゃるんでね、はい、そうですね、なんとか参考になりたいなと思っておりますよ。そして当てたいですね。そうでございますね。はい、はい、ということで初日なんですけど満州決着2本出てますので。あ、出たね。出たってなったので、ちょっとそのね、困った時の長谷田の実、ここもなんかね、出たって言いたいよね。言いたいですよね。出ました、当てましたって言ってみたいね、うん、私も言ってみたいです。ということで気になる、なんか言ったことないみたいじゃないか。いやいや、ありますあります、うん、はい、はい、ということでその困った時の長谷田の実ご覧いただきましょう。さあ、今日の困った時の長谷田の実なんですけども、今日の第8レースね、ここはやっぱ岡瀬選手、まあ、出走表に載ってる級別を見ると、うん、岡瀬選手と新田選手が A1、はい、6号艇島川選手が A2、はい、3、4、5号艇は B1 となってます。そうですね。ということはもう番組としては、うん、1、2、2、1、買ってくださいよ、はい、でまあ、6が上手い選手に絡めましょうかっていうような番組ではありますよね。そうですね。まあ、じゃあここはじゃあね、地震の20丸かってそうでもないんです。あ、まあ、そうなんですね。言っちゃうと、まあ、新人はね、枠なり想定しましたよね、うん、まあ、島川選手はどうするのかな、はい、そんなにゴリゴリ前付き行く選手じゃないんですよね、うん、まあ、昨日中選手は前付きのあったレースもあったので6コースを2回は行ってますけどね、はい、だから中選手の場合はまだね、フライング休みがね、未消化でね、60日控えてるんですよね、はい、侵入は枠慣れですけど、まあ、ピット離れで、もしかしたら5と6が入れ替わる可能性もちょっとあるかなと思ってますよね、うん、まあ、基本的には枠慣れと思います、うん、展示をご覧になっていただきたいと思います、はい、岡瀬選手、はい、あ、大村のインって今14連勝中なんですよ、うん、素晴らしいですよね。やっぱりしっかりしてますよね、うん、やっぱ強い選手っていうのはやっぱりイン戦を落とさないというのは強い選手ですね、はい、うん、で、まあ、新田選手がまあ追走できるかどうか、はい、で、まあ、島川選手とね、6コースでコースは遠いんですけどね、うん、昨日は前半は乗れなかったと、うんうんうん、後半はマシになったかな、なんて感じがあったりね。なるほど。だからまだでもね、完璧とは言えませんね。だからその昼と夜との調整は難しいと言われてました。そうですね。大口選手は直線とかはね、うん、いい人に負けるというのが、うん、昨日良かった野田翔子さん、
とかには分が悪いって。ああ、そうなんですね。だって野田さんすごくいいって言ってますから、ね、そうですからね。じゃあ、はい、それほどってここにはそういった人はいませんからね、はい、でもなんか乗り心地は回り足はいいと言ってました。三瀬君はちょっと昨日会ってなかったみたいですね。ああ、なるほど。中選手もこれ 50% はあるけど、うん、もう前節は倉谷和信さんちょっとね苦労されてましたよ ね、 したね、うん、ということを考えれば、まあ、岡瀬選手の相手を岡瀬選手が握れば、うん、まあ、新田選手、うん、大串選手、島川選手が相手ではなかろうかと思ったので、うん、買い目はそう出しました。はい、まずは1番から2番、4番、6番の2、3着付けということで挙げていただいたんですが、はい、さあ狙い目です。なぜここかというと、はい、岡瀬選手と昨日ねちょっとねじっくり喋ってたんですよ、ね、はい、言ったらどうって言ったらひどいよねそうなんですね。行き足がないって、スタートする行き足がないって、はい、前半レースなんかもう早仕掛けしていったんですよ、うん、スタート遅れて29、はい、ね、ちょっとタイミングも、でもずっとペラ叩いてね腰が痛いとか冗談言ってましたけど、それぐらいなんか本当ね変な話、はい、出てないんで4日レースで良かったかなと思ってるぐらいだと。それぐらい7日レースだったらどうするのって、もう、うん、多分もう本体セーブしないとこれ間に合わない、間に合わない。だからとにかく今4日レースなんで本体生まれると間に合わない、とにかくペラでなんとかしたいと、うん、はい、昨日ちょっと後半少し良くなったかなと思うけど、うん、気温の高い時間帯でね行き足の鈍い時っていうのは、うん、まあ、スタート行ければいいけど、はい、あそこを多分強化していたともしかしたら回り足が落ちる可能性もあったりするんでね、うん、で新田選手も先ほど言ったよくないと言われてる、はい、じゃあいいの大串なんですよ、はい、乗り心地回り足がいいと、うん、昨日は3着2着ね、なかなかガッツあるレース見せてましたね。そうですね。あとは本人はね、減量だけですって言ってました。あ、そうなんですね。とにかくもうエンジン出すためには減量しますと。はい。やはりなんかちょっとね、気持ち的にもね、もう気合が入ってましたね。うん、はい。じゃあここはね、うん、まあ4コースしっかり守ってね、スタート行って、はい、うん、うちの2人よりもモーターに乗るように握ってね、はい、いい角度でまくり出し入ってくれたら面白いのかなと思ってるんですよね、僕の中では。あ、なるほど。そして抜け出しての、そうそう、ニョキニョキ、おー、ぐしーという馬場さんの流れは分かってますね。はい、ちょっと読んでみました。読んできたなということで、おー、ぐしーって皆さんがもうね叫ぶぐらいの気持ちでね、はい、なるほど、大藤選手の抜き出しでもう4の頭が1、2、6の2、3着というのをちょっとこうね、はい、狙い目出しました。そうですね、1、2、4、6の戦いの中でも1が頭に来るか4が頭に来るかでだいぶね、配当も違うと思いますので、やはり昨日はねレース復活してね、ファンの姿見てね、うん、地元選手特にね、やはりファンが帰ってきたってのは嬉しいですねと言ってたんで、そうですね、その思いを込めてね、大西さん、はい、僕の思いも込めてよろしくよろしくお願いしますさあということで、本日の困った時の長谷田のみなんですけども、第8レースを挙げていただきましたので、さあ4号手の大串選手にも大注目していただきたいと思いますさあということで、このように展開予想いただきました。さあベスト18入りをかけた戦いもですね、うん、最終レースまでぜひお楽しみいただきながら楽しんでいただきたいと思います、ね、はい、さあ本日も毎日展望お付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明の力車でした。長谷さん本日もありがとうございました。